地上からここまで降りてくるのに3分かかりました。皆さんごきげんよう。校長先生が皆さんが静かになるのに3分かかりましたって言ってるのを見て自分も行ってみたくなった系 YouTuber のパクセーレンです。ここは東京都千代田区 JR 東日本総武本線の東京駅総武地下ホームです。で今日はこの東京駅から電車に乗っていくんですが、 E217 系もずっと横須賀線総武線で活躍をしてきましたが、もう限界が来ています。この電車は成田空港行きなんですが、空の字だけが落とし穴に落ちたみたいなことになっています。で今回はこの東京駅のすぐ近くになんと水の中に浮かぶ駅があるということで、そちらに行きたいと思います。通常地下空間に駅を作る場合はトンネルを掘って、そして土を掘り抜いてそこに駅を作るというのが普通なんですが、なんとこの東京のど真ん中にですね、水の中に浮かぶ駅があるということで、今回はそちらに行っていきたいと思います。ここ真ん中にあるのが東京駅。水の中に浮かんでる駅って一体どういう状況やねんお前って皆さんも突っ込みたくなるでしょうけれど、実は僕も行ったことがありません。今回初めて行きます。そういうわけで今日はこの東京の大都会のど真ん中にある水の中に浮かぶ地下駅に行っていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。列車は東京を出てから早2分ほどで次の停車駅新日本橋に到着です。この新日本橋のすぐ近くには地下鉄半蔵門線および地下鉄銀座線が通っていて、それら地下鉄2路線は三越前という駅を持っているんですが、その三越前駅はこの新日本橋から非常に近いため、この新日本橋と三越前は乗り換え駅扱いになっているんですね。東京ではこの名前の違う2駅が同一駅扱いというか乗り換え駅扱いになっているということがよくあります。そして今回はこの新日本橋駅が今回ご紹介する水の中に浮かぶ駅ということになっているわけです。乗ってきた成田空港行きの電車をお見送り、今回は11両編成でした。グリーン車はやっぱそんなに乗ってなかったですね。でもこれもこの後どんどん E217 系が減って、代わりにスカレンジが増えてきたら、もうこのグリーン車もどんどん鉄路オタクで混んでくるんでしょうね。今のうちにたくさん乗っておきたいと思います。そして次の停車駅馬喰町に向けて、列車がテールライトを赤く灯しながら去っていきました。これが新日本橋駅です。なんだただの地下駅じゃないかと思われるかもしれませんが、聞こえますか、水の滴る音。ちょっと放送が被って聞こえにくかったかもしれませんけど、百聞は一見にしかず、これでーす。まあ、全力でジャバジャバっていう感じではありませんが、でも間違いなくこの管のところから水が出てきています。その周りには苔も生えています。しかしその苔のすぐ近くにこちら、雑草も生えてるんですよね。これびっくりしましたけどね。この新日本橋駅は東京から総武快速線で出発して最初の駅、次が馬喰町です。東京、新日本橋、馬喰町、この3駅が総武快速線の中では近い駅です。横須賀総武線という運行形態全体で見ると、この東京周辺地下区間は品川から東京を通り越して錦糸町までです。品川でトンネルの名前が2つに分かれます。このトンネルは1972年から使われておりまして、来年で50歳。こういうところを見るとね、もう50年使ってきたんだなというこのコンクリートの、このくたびれ具合がよく分かります。なんか、腐ってんのかな、それとも傷んでるのか分かりませんが、でも明らかに普通ではないっていうのが分かりますよね、この感じは。てか、誰がどう見てもこのコンクリートの状態は普通ではないですからね。この青いパイプが、これは多分ね、この漏れ出てくる地下水を送るためのものだと思うんですけども、これですよ、これね。でこんなもう水がちょろ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 湧き出てる中をこうやって15両編成とかの電車が颯爽と駆け抜けていく、なんだここはと。さっきは千葉方面の方ばかり見てみましたが、今度は東京方面、なうわすごいな、もっとひどいですよ。もうおそらくもう水がずーっと50年近くもうこの染み出てきてますんで、もうコンクリートを浸食してしまってるんですね。コンクリートの隙間から水がひたひたと染み出ているのがわかります。これもね、ずーっとこれが、まあ、コンクリートもね、やっぱ結構頑丈ですけど、でもやっぱ50年ずーっと水に侵され続けると、やっぱ傷んでしまうんですよね。それからこれ、トンネルの断面の様子ですが、東京メトロとか都営地下鉄の線路と比べて、明らかにこのトンネルの断面積が大きいのがわかると思います。通常、都営地下鉄とか東京メトロっていうのは、合体架線といって、もうめちゃくちゃ太いワイヤーのところに電気を通すということをしているんですが、ただ当時、このトンネルが開業した1972年当時、それ合体架線って言うんですけど、その合体架線なんてもの存在しませんので、普通にこうやって架線を通してるんですね。なんでこのように、まあ、通常よりも大幅に、地下鉄よりは相対的に大幅にトンネルの断面積が大きくなっているのです。こうやって見てみると、やっぱり全体的にトンネルの壁も傷んでますよね。この黒のところなんか、昔中世ヨーロッパでペストが流行った時に、
黒いマントみたいなのを上から羽織って、そして鳥の顔みたいな形をしたガスマスクっぽいやつをですね、こう顔に装着して、そして街を歩く人の姿っていうのが確かで、なんかそういうのをね、なんか世界史の教科書で見た気がするんですけど、なんかそれにちょっと近いものを感じました。さあ、そして話が脱線しまくりましたけど、この新日本橋駅は上下左右四方向から水に囲まれています。まあ、正確に言うと水を大量に含んだ地層に囲まれていると言った方が適切かもしれません。というか多分そっちの方が適切ですよね。この新日本橋駅は周りを非常に水を含みやすい地層に囲まれているため、この駅に対して浮力がかかっています。皆さん浮力ってさすがにわかりますよね。あの浮力があるから、あの何万トンもあるような豪華クルーズ客船が浮けるわけなんですけど、まあそういうわけでこの新日本橋が浮いてしまわないように、この新日本橋からさらに下の方向には水を含まない地層というのがあります。そこまで杭を打ち込むことによって浮力に負けないように、そして浮いてしまわないようにしているというわけです。これは東京、それから多分隣の曝露町もそうなんじゃないかな。水を非常に含みやすいこの地層のことを耐水層といって今漢字で出てると思いますが、この耐水層からさらに下にある水を含みにくい地層のところへアンカー、杭を打ち込んで、そしてこのトンネルや駅といった地下構造物をつなぎ止めようとしたとしても、まあ、やっぱりこのトンネルとか、それからこの駅というのがずっとこの耐水層の中にあるのは変わりませんから、相変わらず水はこのようにコンクリートを浸食しながらずーっとこの構造物の中に染み出てくるわけです。じゃあこの染み出てくる水どうすりゃいいのということで、なんと、まあ、多分ねこの青いパイプだと思うんですけど、ここからずっと南の方、品川区の方にあります京急線の駅でもありますね、立会川、そこへ流しているんだそうです。立会川は東京都目黒区を発端とし、そして東京都品川区を流れて東京湾に注ぐ全長7キロほどの比較的短い二級河川で、高度経済成長が始まる頃までは子供たちの遊び場として機能していたそうなんですが、その後高度経済成長が進み、1996年には生物化学的酸素要求量、これを BOD と言うんですが、この BOD は水生生物が生きるのにあたり最低限必要な酸素の量なんですけれども、これが東京都内を流れる中小河川、あの多摩川とか荒川とかそういう大河川を除いて、都内で最悪の数値を出してしまったんですね。一方その頃この総武トンネル内でも継続的に出水が発生していて、トンネルが水で満たされないようにずっと JR 東日本はこの水を下水に流していたんですが、ただ下水に流しすぎるとそれはそれでまた別の問題が発生するので、 JR 側もこの水どうしたものかなと思っていたんですが、ちょうどその頃東京都の方からちょっと立会川の水質が悪いんですよねという話を聞きつけました。これを聞いた JR 東日本はとんでもないことを思いつきます。実際にねこれを思いついた張本人すごいなと思うんですけど、なんとこの総武トンネルの中に湧き出てくる水をすべて立会川に流すということを言い始めたんですね。そして実際に2002年の7月からはこの総武トンネルの中に湧いてくる水を総延長12キロの送水管を使って立会川に流しています。こうすることによって立会川は水質が改善し、また JR 東日本も下水費用を節約することができました。こういうのはね、やっぱ行政にとっても民間にとっても、まあウィンウィンの関係なんで、こういうのはもうどんどんやるべきだと思いますね、個人的には。さてこちらは、ホーム上の自動販売機なんですが、ご連絡先、故障等のお問い合わせをですですが、下記までご連絡ください。株式会社 JR 東日本ウォータービジネス。これあの JR 東日本は実はあの水も売ってまして、これ上越新幹線の大清水トンネル、群馬県と新潟県の県境にある大清水トンネルのところから出てくる湧き水をペットボトルに詰めて売ってるんですけど、これね、総武トンネルから出てくる湧き水もペットボトルに詰めたら売れるんじゃねっていうのを一瞬思ったんですが、まあ、ただ量がね、この量ですからさすがにちょっと売りにくいでしょうね。まあ、それからやっぱ東京の水は汚いっていうイメージが、まあ、実際は綺麗なんでしょうけど、まあ、やっぱ汚いっていうイメージが強いですから、まあ、作ったところでそんなに売れないかもしれませんね。まあ、実際なんか東京都は東京水って作ったらしいですけど、でもあんま売れてないみたいだし。現在でも50年前に打ち込まれた暗管によってなんとかこの新日本橋駅は浮力に抗いながら持ちこたえているという状態ですが、これがまだ平常時だからいいんですけど、これが非常時になるとまた話は別です。現在発生が危惧されているマグニチュード7程度の首都直下地震、まあ、これは東京とか神奈川、千葉、埼玉、それから栃木、茨城、群馬も震源域に入るらしいんですけど、その関東地方のどこかで起きたら、それは、首都直下地震という扱いになるんですね。なんで、まあ、神奈川とか千葉の端っことか、そういうところで起きたら、まあ、そんなに影響はないと思うんですが、東京湾のど真ん中で起きたとか、
そういう場合はおそらくこの辺りなんかも非常に強い揺れ、おそらく震度6強とか7とか、まあ場合によってはそれぐらいの揺れになることも予想されています。もし万が一そういうことが発生した時に、この新日本橋、東京、曝露町の各駅やその下に打ち込まれているアンカー、もう50年も使ってますよね。それらが持ちこたえることができるかどうかと言われると、まあ正直首を縦に元気に振るということはできません。もう50年も使ってますからね。老朽化も激しく、最悪の場合トンネルの壁が割れて、そして耐水層の水が津波のごとくトンネルの中に流れ込み、瞬く間にこのトンネルは水の底に沈んでしまうかもしれません。まあ一番いいことは、そもそも首都直下地震が発生しないことなんですけど、まあ日本は皆さん知っての通り地震大国ですから、まあそんなことは 100% 無理でしょう。まあいつかはね、この新日本橋駅もリニューアルされて綺麗になる日が来るんでしょうか。もし万が一首都直下地震が発生しても、この新日本橋駅とか総武トンネルには頑張って耐えてもらうしかありません。というわけで今回は水に囲まれて今にも崩壊しそうな駅に行ってきたということでやってきました。こんな感じで普通にトンネルの中に植物が生えてますんでね、皆さんもぜひ行ってみてください。それでは今回はこの辺で失礼させていただきたいと思います。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。